こんばんは。まつげしようか悩んでる。まつげあげるかあげまいか。あげるかあげまいか迷っとる。こんばんは。アイシャドウだけしました。水曜日お疲れ様だもの。だなも。お疲れ様です。なんか光が気に入らない。ちょっと待ってて。こうだな、こうだな。ぴったりだもの。だなもん。だものって言っちゃう。夏みかんさん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。でもなんか人嫌だな。こうかな。やっぱまつげあげようかな。あげた方がいいかな。あげようかな。悩んできた。どっちなんだい。上げてこようかな。ちょっと待ってて、まつげあげるから。まつげ何色がいいかな。違う、こっちじゃない。ブラウンがなんかよくわかんないんだけど、ないわ。どこいたんだ。違う欄に入ってたわ。まあいいや。ちょっと待ってて。何色だろうこれ。なんかよくわかんない色。ワインみたいな色。塗っちゃった。今日もね、欲しいリップ探ししたんだけどね、どこもマジでなかった。でなんか入荷聞いてくださいねって書かれてた時に聞いてみたら、まだわかんなくてって言われて、じゃあ聞けって聞くって書くなーと思って、
しいのに、絶賛欲しいのに。よっしゃ、絶賛欲しいのに。まつげをあげよう。なんかリップのグロス新しいの買った。今日この色。クワス1号2号だよ。こんばんは。今日もチーカーだ、やったね。最後に下まつげを。いい感じ。今日めっちゃ歩いた。でも8000歩1万いかなかった。なんか今日釣り目です。こんな感じです。今日じゃ今日はちょっとね、まつげ本気出してないので、カールが危うい、落ち落ちさカールです。今保湿されてて、しかもまつげ重いんですよ。保湿で重めまつげです。すぐ下がってくる。もうめっちゃ下がった。まあいいや、やったことに意味がある。あ、すごく嫌な気持ちになってきた。嫌な気持ちになってきた。嫌な気持ちになってきた。まつげが。なんかつい目。なんか釣り目、なんか釣り目じゃない？まつげは多分ね、無理なんですよ。今日なんか浸透されてて無理なんですよ。パックみたいなのしたんですよ。だからまつげもかかってて、ちょっとまつげは今日は乾燥してないから上がらないんですけど、そこじゃなくて、なんか嫌、なんか嫌だ。こいつなんか嫌だ。ほら、好きじゃない、目が。泣いちゃうけどみーや。
目元はキラキラさせてますね。明日はねちょっとお仕事ありますね。寝すぎてない、寝てない全然。ポニーテ現象、確かに。私今さすごいさ頭皮さめっちゃ凝っててさ、マジで凝ってます、わかる、自分で、あやばい凝ってるって思ってる今めちゃくちゃ。だけんかな、やっぱ頭皮マッサージ行こうかな、高くても行くべきかな、高くないところに行けばいいのか。でもいねね、やっぱでも高いとこ行きたいな最近さ金銭感覚がゆるゆるなのよ、どうしよう、マジ金銭感覚ゆるゆる、どうしたらいいんだろう、私金銭感覚がゆるゆるです、私なんかゆるゆるですね。なんですけどやばいんですよ、もうやばいんですよ金銭感覚が、なんか結構結構なっ意味のある投資なら確かに、でもそう意味のある投資だと思っていっぱい買っちゃうんですよね、ダメじゃないそれ感覚締めたい、どこまでが自分の中で許容範囲がすごく広い広い広いです、やばいなって思ってます、別にそうどうしようなんかどうしたらいいんだろうね、どうしたら金銭感覚緩められるのかな悩み、今日本日の悩みの種です、これをみんなで解いていきましょう。キャパをしっかり把握しなきゃ、いやなんかそのキャパとかの問題じゃない、なんかね別にそんな問題じゃない、なんて言ったらいいんだろう、なんかねこれが別に何とも思ってないっていうのがやばいなって思ってて、なんかこれ使ってることに対して別に何も思ってないのやばいなみたいな、なんかって思う、なんて言ったらいいんだろう、このお金に対してなんだろうね、そう罪悪感、さ罪悪感が欲しい、そうそう別に何とも思っていないのがやばいなって思ってるそうそうそういうこと、これ難しい話だね、おじさんがどう、おじさんが無駄かどうか判断してあげようありがとう、無駄かどうか、今日はなんか肌のやつで4000円で、でもそう今日肌のやつ行って、その相談とかなんか乗ってくれるプランみたいなやつで4000円だったんです、初回だから別に安いと思ってるんですけど、わかんない安いよね、2時間ででなんかね肌の様子見てくれて、こうなってますよとか教えてくれて、こうしたらいいですよとかいろいろ教えて、なんかパックとかしてくださったんですよね、でなんかいろいろ教えてもらったので、自分は後悔なんてしてない、後悔なんかあるわけないなんですけど、どうなんだろう、4000円だよ、アイドルだしね、自営業って言いました、20歳で自営業ってすごいね、20歳、えもう自営業やるんだってずっと決めてたのって言われて、いやそうみたいななんかめっちゃ不思議な反応してしまった、でめっちゃ爆睡してた爆睡しててなんかやばかったほぼ爆睡してた私現金を直接やり取りしない買い物は感覚狂うね、浪費家でもありますね、でも貯める方でもあるけど浪費家でもある、どっちでもどっちでもある、決める月いくらまでって決めれば、確かにいくらまでがいいんですかみんな、やばい痛い、僕らもゆるゆるですからねそれは経済回してるよ、天使役さんありがとう、ストレス感じる確かに、
買ってストレス解消になってるもんね。クワス出てきたけどいる？欲しい。使ったものを書き出してみる。確かに。そか、皆さん参考にならないのか。ちょっとずつの積み重ねがね、そうだよね。前ら嬉しい。確かに美容ならいいのか。最近あのネックレスと指輪を買って3万ちょっとです、しました。でも別に後悔してない。でも私今までそんな1万超えるアクセサリーを買ったことないんですよ。でもどうしても買いたくて、買ってみたくて、どうしてもね。どうしても買ってみたくて買ったんですよ。だからこれも後悔してないんです。後悔してないことっていいことなんかな、いいことかもしれんけど、なんか別にそのお金使ったことに対して別に何とも思ってないんですよ。っていうのもどうなんだろうと思ってきて、その金銭感覚がおかしい、なんか何て言ったらいいんだろう、なんか別にただの紙が3枚飛んでったしか思ってない自分が怖いなと思って。絶対アイドルって言わないよ私。そう、自営業でも自営業ですからね私今。そうですよ、自営業ですからちゃんと合ってますよ私。家計簿、確かに。あ、人によって血圧とか違うよね。そうだね、収入に応じて。そうだよね。来月頑張ればなんとか理論で生きてる。そうだよね、我慢するストレス。そうだよね。みんなから収入だよって言われてる。そうね、でも私結構駅とかまでは歩くタイプ。でもタクシー乗っちゃうとき、推し活以外結構堅実。おー、いいね、なるほど。その一歩が沼の始まり。そうだよね、アンピタのグッズはセーブしません。それが正解。買って使ってるのはそれでいい。確かにそうだよね。有機の EL のスイッチが買える。あーね、いっちゃんいいやつね。でもそれはいいわ。テレビ見ながらやんな、テレビに映し出してやらないよって私。ダイヤめっちゃコメント遅れてた、ごめんね。月あたりの、怖い、めっちゃ使ってると思う私。グルージー結婚してありがとう、グルージー。今日も木曜日もお疲れ様。木曜日じゃなかった。水曜日もお疲れ様。木曜日だね、次は明日は木曜日だね。木曜日も頑張らないと。使命感。同世代の同性の友達と遊んでみたら金銭感覚思い出せるくない？どうす、あのね、友達と遊んでも、友達と遊ぶってなったらまずここ行こうってなってカフェ行くじゃん。で例えばお昼ぐらいの集合でお昼食べるじゃん。でカフェ行くじゃん。でその後夜ご飯で解散だから、もうお金しか使わないんですよもはや。でもちょうど私20歳なんですよ。でみんなもバイトしてるから、そうっていうのもあって、中学校の時とかはさちょっと違ったじゃん。やっぱ20歳になるとやっぱ違うから、そう友達といると食事にめっちゃ使うかも。太郎さんいいね、ありがとう。本当にお金やばい時は自分はお金とその欲しいものどちらか欲しいか考えてる。なんかお金にはなんて言ったらいいんだろう、足りないとかじゃなくて、なんて言うんだろう、もう何も考えてないのがやばいなって思ってて。でも今回のガス代がすごい安くてすごいびっくりした。今までで結構良かったかも。また次頑張ろうって思えるお金の使い方がいいと思います。確かに頑張ろうって思ったらいいのか。確かに確かに、いいね。このアクセサリーはシルバー、これはファンの人がくださったやつです。
定申告ね、3月ね。貯金してますよ私、結構貯金してます。そう、貯金してる。めっちゃ貯金してる人だと思う、知らんけど。え、わかんない、わかんない、貯金全然してない人なのかもしれない、相場がわかんないからなんとも言えない。そのためにザイモンさんバラありがとう。物欲がそこまでないから欲しいと思うものはすぐ買う。おお、そっかそっか。タクシー代って結構高いよね。アンピール用意してる。あんちゃんの年齢で10年後に使う100倍意味ありそう。あ、今？うん。そうね。友達と遊ぶあるある。そうね。カフェとご飯セットなんよ。そうなんよ。そんなん好きにすればいいですね。だったらコメントすんなよ。貯金できてんのかな。え、でもできてる方だと思いますよ。そのなんか1円とかじゃないですよ。稼いでるとかじゃないでしょ。私結構もう使うようになったのが私去年ぐらいからなんですよ。去年まで自粛期間で外にも出なかった、旅行にも行かなかったし、旅行にできるって思ってなかったから、本当に去年からユニバ行き出して自分のお金を使い出した。それまで本当に美容室代とかがそのお財布から飛んでいくのは美容室代ぐらいだったの今までずっと。けど去年からこう外出ができるよう結構するようになって、でユニバに行くようになったのがでかいかも。ユニバで使うね。そう、だからそこの分まではねそんな使ってなかったかも。話聞いてると節約することは知ってるみたいだし大丈夫。でも貯金もしたいよね。にゃんばらありがとう。赤月さん出勤ありがとう。 STU48 に来たカーマターナです。ねえ、そう、新幹線代やばいよね。だからマジですごいのが、マジ夜行バスってすっごいいいわけよ。やばいよね夜行バス。自分の体ちょっと痛みつけるかもしれないけど、悲しむかもしれないけど、でもめっちゃいいよねバス。夜行バスって超いいのよ。素晴らしい。ボタンホイテッドさんかわいい、ありがとう。人生一度きりなんか楽しんだ声。そうなんだよ、そうなんだよみんな。だから6月にユニバ絶対行きたいんだけど、でもレッスンの予定がマジ分かんなくてさ、今まで行っちゃ分かんない。アンピーとマイキューさんが無駄遣いするだけの番組みたい。うん、マイキューさんは何がいいんだろう。夜行バスはでもそのユニバの帰り行きは使わない。帰りで次の日が何もなかったりとかしたら使うぐらいで、一人では絶対使わないけど、でも言うて2回しか使ってない。割と結構新幹線で帰ってるかも。割と一人の時は絶対新幹線だし、ほんと2回ぐらい、ユニバーは6回ぐらいとか7回とか行ってるけど、夜行バス乗ったで帰ってるのは2回だけ。あ、1回夜行バスで行ったこともある。超なんかね、その日は仕事終わりに急いでお風呂入って、急いでそうバス乗って行ったの。だからもうめっちゃ爆睡して疲れも取れて、別にバス乗ってたって感じしなかったの。4列 ?3 列 ?4 列かな ?4 列どういうこと？こう縦にってこと？新幹線マジ楽だわ。でも新幹線の嫌なところは、新幹線大阪、新大阪で乗り換えしなきゃいけないんですよ。それがいっちゃ嫌だ。だから乗り換えなくユニバに着いてほしい。
4列お安い。うーん、そうなんや。いつもソラハさんと結構ユニバに行くこと多いから、そう、ソラハさんがこれがいいよって言ってそれにする。パツ、レンボスターありがとう、パワー、ありがとう。バスツアーいいっしょ、楽しみ。ヒルちゃん、女の子待ってます。昨日、あ、今日からじゃなかった、朝、あ、違う、来週から、来週の水曜日12時から。ユニバのスパイダーマン亡くなった後何になるの、確か何になるんだろう。なんかいいのできてほしいね、めっちゃ好きだったのに。ユニバ行きたい、泣いちゃう。泣いちゃうよ、泣いちゃうよ。お金出すのユニバまで送迎させてください。え、いいんですか、むしろ。出してくれるの、むしろ。岡山市民の USJ 乗り換えなしで行くの困難、本当に近く住んでないとダメなのか。バレないかな。うん、なんとかキックボード免許いらなくなるけど便利そうじゃない。なんだろう、ユニバね12月から行ってないです、今年入って行ってないです。なんとなく、なんとなく、うん、1月は1月だったし、1月結構忙しかったね。なんかわかんないけど何だったんだろう。うん、1月あれだ、舞台の稽古が結局結局というか、その広島でずっとリモートでやってて、で2月はもう東京いたし、3月はめっちゃ忙しかって、4月も忙しくて、5月何してた。あ、4月忙しくなかったわ。いや忙しかったっけ。いや忙しい、忙しかった。4月はまあ、あ、忙しかったね、忙しかった。5月で行けるなって思ったけど、なんか行ける気になれなくて、6月行ける気です。でやっぱ5月病でユニバ行けなかった。5月病でユニバ行けなかったです、もう本当に。なんかもうめっちゃ寝たくて、ずっと寝たくて。貴族パス買わないですね、買わなくても乗れるよ、私平日行くから。忙しかった、何回言ったでしょう、6回。あ、そんな言ってないか、5回。だってユニバに行くにも体力は使うし、朝早起きするっていうのがもう自分的にはデメリットすぎて考えられなかった。5月、5月はマジで早起きするっていうのが結構自分的に無理だった。サミットの時広島の人いっぱいいたんじゃない、むしろ。でもサミットの時私ね痛かったんですよ、なんか、うーん、なんだろう、そのなんか撮影もあったし、なので変になんかあれしたくないなと思って、むくみたくない、美容習慣にしようと思ってやってたので、別に悔いなし。うーん、我慢というか我慢もしてない、別に行きたくなかった。だからさ、早起きが本当に嫌だったの、ガチでやったの、これ嘘つきなしで。嘘というか そう、本当にかも、本当に無理で、朝早く起きるってことを考えることが無理で、そう、ユニバに絶対行けないなって思った。どんなに好きでも絶対無理と思ったの。だから5月病だったんだ、知らないけど。これが5月病なのか知らないけどね。あら、ありがとう。梅雨だもんね。そうね、そう、5月はライキンがあったしね。そうね、すでに天使だった。えへ、えへへ。え、どうもりさ、なんかマリオのやつキャンペーンでさ売られてるの初めて知ってさ、私マリオのさ一式全部買ってさ、明日ピーチで一式届く、楽しみ。あとスターとかなんかボックスみたいなもなんかね飾るやつもあって、それ飾った。土管買ってない、土管買う絶対、お金なくて。私結構お金貯まったらすぐあのローン返済してるの、ローン返済してて、
取り立てられると困るからね。だから結構お金全然結構カツカツで貯めてなくて、ローンをずっと返すことに必死だったから。そう、ゲームの話ね。ゲームの話よ。え、ちょっとゲームでさ、すっごいストレス、ゲームでストレス溜まってるって、私なんかやばいと思うんだけどさ、マジでさ、ちょっとさ怒りたくなったんだけど、あのタヌキにさ、タヌキにめっちゃ怒ってて、私なんか、私結構客さんで、お客さんですよ私多分。私無人島で生活するキャンペーンでがパックがあって、そのパックで私は無人島に来たんですよ、あの島に。であの島で私は住民としているんですよね。タヌキはなんだろう、主催者側なんですよ。なのに私がこき使われてて、なんか新しい住人が3人来るらしいみたいになって、でここの土地はもういっぱいだから箸を作ってみたいな言われて、で私が箸作りに行くじゃん。え、お前は何してんのって思いながら、まあしょうがないから柱ぐらいは作りに行くやん。で箸作るじゃん。でその後家建ててって言われて、家建ててというか家建てる場所決めてって言われて、あ、それは嬉しいと思って、なんか家建てる場所決めに行って、そしたらなんか家具を用意してみたいな言われて、え、みたいな、私と思って、そうメールで送ったんですけどね、なんでと思って、家具は絶対こっちじゃ、こっち側じゃなくないと思って怒った。ゲームの話ね。しかもタヌキ、タヌキさんなんか本当は家具付きとかじゃなくて無人島だしね、なんか家具付きのなんか甘えなんじゃない、このさ住民が来るのも、この住民の人もさすごい甘えなんじゃないかなってすごい思ってさ、嫌なんですけど、すごいなんか無人島に来るくせに家具付きの家言ってんじゃねえよと思って、しかもそれ言われて断れなくて、タヌキ家具付きのやつ用意しますって言って、で私に作らせてんだよ。もう本当に私だからもうあのね、 DIY するキットみたいな、ここでカン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 みたいな家具作れるやつがあるんですけど、あれを持ってってそっち側に、そっちの芝生で私はカン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 しました。 DIY あつ森です。あつ森の話です。そうで他の住民は何もしないんですよ、なんで私だけと思って、一緒にやろうよと思って、むしろアイリス仲いいんですけど、私なんか新しくベッド、自分のベッド新しく作ったんですよ。で自分のベッドいらないからあげたんですよ。なのに自分のベッド使ってくれなくて、それも怒ってる。アイリス仲いいけど、あげたベッド使ってくれない。悲しい。明日使ってくれるかな、今日の朝あれだから使ってくれるかな。あとアイリスに、あとアイリスね、なんかあげに行こうとしたけど、あ、じゃあ違う、ランプじゃないよ、砂時計あげに行ったの私、けどさあげるっていう項目が出てこなくてさ、1日1回にしかなんかあげれないんですか、あれあげたいのにあげれなくてさ、悲しかった、ずっと話しかけに行ってた。アイリスは私のお家に来てくれる仲間、楽しいやつ。島の評判上げないとストーリー進まないから雑用いっぱいしなきゃだよ。でもね、なんかね、知らないやつが来て、私の島来てって言われて行ったら、なんか家具作ってって言われて、えみたいなって帰ってきた。なんか騙された気分になった。なんかよくわかんない、なんとかなんとかっていう名前で、4文字ぐらいの名前で、でなんとかって呼ばれてるけど誰も呼んでくれないみたいな言ってる子がいて、その子の島に遊びに行ったら、なんか写真館みたいなやってるらしくて、写真館の家具を作ってみたいな言われて、私がね、えみたいな、なんで島見に来てよって、遊びに来てよって言われて行ったら、なんか家具作ってって言われて、なんなんこれって思って。はい、あのゲームの話ね、あつ森ですね、もう本当に。あ、そのアイリスのベッドはね、あれなんですよ、キャンプのベッドなんですよ。何、なんか寝袋みたいな、寝袋なんていうの、あれなんかさ、こうジップロックじゃないわ、チャックでバーって開いてさ、こういうやつだから、かわいそうだなと思ってベッドあげたのに。アイリス、アンペの島遊びに行けるなら集めれるんだけどな、いつか行けるかも、そういう企画があるかも。
あずもり感情揺られてる。だからあパニーの島、そうそうそう、パニー世界人の理不尽さが体験できるよねマジそう、あつ森社会人の理不尽さが体験できるかも。私あんまりそういうのをね、 ST はそんな理不尽なこと、なんだろう、そんな、なんだろう、仕事を押し付けられるみたいなことはないので、そうないから、なんかアイドルはなるべく仕事をしたいしたいじゃん。でもさ多分ね、お仕事がありますようにって感じだけど、そうプラスでお仕事が増えても嬉しいってなるけど、写真撮影スタジオイベント、あ、イベントなんですか、あ、そうなんですね。ミサンガ10本作っておいて、いやいいよいいよ、ファンの人にあげれるなら全然。そうだから、ちょっと境の就活がどんどん怖くなる話こうやって押し付けられるんだよ、自分の仕事じゃないものも押し付けられるんだね、きっとこれから。でもまあこれからいい島にはしたいなと思ってるので頑張ります。明日には新しい住民も来るらしいので、いい可愛い住民が来たらいいなと思ってます。まだね可愛い住民がいなくて、なんかプチズみたいな子が来て、ローン返済したら解放されるから現実よりマシ。え、でもどん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 言ってこない、部屋増やさない次言われないかな、大丈夫かな、なあ、なんとか丸みたいな名前のやつ、そうそうそう、メープルちゃん、へえ、その子が来てほしい。じゃあみんな可愛いですよまあね、確かにね、まだまだローン時刻はね、ローン終わったと思ったら次のローン来るもんね、絶対。住民ガチャしないよ、スプラトゥーン今日やってないやん、昨日12分かかって、うん、慣れたもう本当に、しかももう次落ちたら死ぬみたい な次落ちたら終わりみたいなところでだったから、もう12分早っ。え、でもまだ初期段階よ、初期段階、初期段階どこら辺やろ、忘れたけど、安否の一日見てみたいって言ってた。うん、何もしてないですよあーでも昨日の夜頑張ってペンを走らせたら、鉛筆シャーペン走らせたら、ボールペン走らせたら、マジでなんかさ炎症を起こしたのか知らないけど、朝ずっと朝からもう、でも治った、朝からもう親指が死んでて治りました。でも気づいたらやりたくなる、やろうよあれ、なんかどうなるやつなんかちょっと分からないけどね、ハマるよね、もうあつ森目標を見つけたらやっちゃう。あ、 PC の配信の設定できた、できました、できたけど、なんかさショールームのなんかコメントとかの見方が分からなくて、どうやってやんだと思って、なんか設定したものの配信するってなって、そこで配信するってなったらどうやってコメント見えるんだろうと思って、分かんなくて、もういいやと思って諦めた諦めのすけです。しかもなんかいいやと思って諦めあんなです。まあまたいつの日かまたできたら、そういう企画配信があったらパソコンで配信やってみよう企画があったらぜひお願いします。です。タラちゃん、イクラちゃん、どっちが好き？どっちとかないかな、どっちも好きだよ。コメントボタンなんか違うんでしょ。ゲーム楽しいよ、コメログが。なんかね、ショールームのやつなんか開き方がわからない、なんかそのなんだっけ、なんとかなんとかわかるんだけど、そう
わかるんだけど、そのなんだっけ、なんとかなんとかなんとかビデオみたいな入れるじゃん、あそこの設定をやって、あそこから配信するらしいんですけど、あそこをやったら、あそこはなんかが自分の画面映ってるんですけど、なんかショールーム側じゃないところから配信されてるからもう分かんなくてゲームすぐ飽きちゃうと言ってた頃のアンペ見せてあげたい。マジそれな、ガチハマりしてるずっと遅い。何のゲーム欲しいの？言ってみよっかなここで言ったら超やらしい。ゼルダ買ってよかった。ホグワーツはね7月だからね、スマホのゲーム、マリオカートの画面共有してゲーム配信みたいは絶対できないんでしょう多分。企画とかだったら ST 側かなんかやったらできるんだろうけど、私はできるのかな、それできるんですか。私マリオカート画面共有したら、画面共有してもバンされないんですか。わかんないや、バンされそう、バンされるよね。投げ出して難しいんですか。そうなんですか。しおりんさんありがとう、あじさいありがとう。でも太鼓の達人ほんまに欲しくて、太鼓の達人ほんまに欲しいんですよ。任天堂のゲーム配信してもいいはずだけど、あそうなんだ。じゃあ48側がどうなんだろう、聞いてみよう。よかったらめっちゃ楽しいじゃん、聞いてみるね。シューティングゲームどんなやつ。ゼルダ難しいんだ。へえ。アンピがゼルダの格好して配信で動いてよ、バンされるってバンされるよ。謎解きめっちゃあるよ、配信でやればいけるいける、みんなが教えてくれるよね。本当に太鼓の達人マジで欲しいんです。マジで本当に欲しいんです。だってなんかさ、手に入るっていうさ、手前まで来てたからさ、手前まで来てたからっていうのも変だけど、本当にそう、なんか行方不明なんですよ、 STA の七不思議。大根達人し、運営さんに買ってもらおうかしら、買ってもらおうかしら、買ってもらってもいいよねきっと。自分のが欲しいんですよ、自分のが。アクション苦手じゃなきゃゼルダはめっちゃ面白いと思う。アクションって何そっからお疲れ様、あら固く捜索しようかな。リップ薄ない、リップ塗ろうかな、なんかちょっと、なんかさ、ピンク塗ったんですよ、ピンク塗ったからか薄ピンクすぎるんかな、こっち塗ろうかな。これにする。色ついた。いい感じ。動きながら敵を倒して倒していく系の、やったことないかな。星読めた？合ってたんだ、やった。再送したけど、再送してくれたの？それはやばいよ。本当に？でもね、なんか前さ、結構さ前に送ったって言ってたじゃん。最近届いたやつも届いた。わかんない。検閲がどこまで行ってるのかわかんないけど。次行ってなかったら結構割とやばいよね。太鼓の達人行方不明になる説、これ誰誰サッカーゲームあるんですか。
行方不明になってんのかな、わかんないや。ゲームソフトって基準が曖昧なんじゃない。太鼓の達人はダメとかあるの。でもね、こう NG 品は何々さんからは何々が届いてたけど NG でしたみたいなっていう紙が届くんですよ。だから違うんですよ。で私そんなんかね、だいぶ前に送ってくださった時も何かと一緒に送ってくださなんかね3つ送ってくださってて、1つが NG 品だったんですよ、あのねコードのやつ。だからそれで間違えちゃったのかなって思ったけど、でも手紙は届いてたので、手紙になんかカセットのこと書かれてて、何の話やろうって思ったらそういうことだったらしくて、人によって判断。でもね NG はね神が来るからなと思って。次ってあるよねきっと。次ったらあここできた、きっとあるよ。奪われてるかもこれ娘が欲しがってたやつってそんな、どこかの娘が喜んでいるのなら OK じゃないけど、スタッフさんしつこく聞いてたら安否が行方不明になるかも。確かに確かにまだ私マネージャーさんにしか言ってないんですよ。プレゼントを検閲されてる方が誰か知らないので、次は聞いてどこですかって聞いてみようかな。絶対これ言えないよ私できないよ。どこですかなんて、あのないんですけど、5月17日に送り直してる。娘セーブデータ残ってたら察する結構問題だよね、事務所で遊ばれてる誰が誰が遊んでんだ。家宅捜索するね。次こそはんでも集まりあったらしいけどね。でも集まりあってもこっちに手元に来てないから、あったっていう嘘かもしれないうん、今年の忘年会まだまだ先じゃん。でもカセット、よしね、今欲しいものめっちゃここで、あそういえば欲しいものさっていうのもさ、すごいめっちゃそう本当に純粋な気持ちね、純粋な気持ちで。カセット入れるやつあるじゃん、なんか 3DS あったじゃん、カセット100均とか、100均にあるんかな、行ってみよう。え今日私さ普通にさエディオン近くに行ったの、レディオン近くに行ったから、あなんかスイッチのあれ見に行こうと思ってたの忘れてた。そう、あつ森一つと太鼓の達人行方不明、あつ森も あ見つかったよって言われてそのまま私の手元に来てない、私の2個目のあつ森が今ダウンロード中心だ、カセット入れるのあまりない。あそうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。だってなんかね、これいつもこれに入れてるんですよ。でさこんな箱大きいのにさこれ1個入れてさ、私めっちゃ持ち歩くの、全部持ち歩くの、私遠征は全部持ち歩いてるやんないのにそう、スイッチ用のケース、セリア評判いい、あセリアね、セリア行くわ。セリアどこにあるんだろう、行ってみよう。なんかさ100均ここにあるっていうのは知っててもさ、ここはダイソーです、ここはセリアですって覚えてる？私覚えてないんだよね、100均だってしか思ってないからさ。わかる？マリオも入れたから探してみてね。ええ嬉しいあれですか、えあの 3D みたいなやつですか。バスセンターのとこはセリア？そうなんだ、任せるに。太鼓の達人太鼓のパルコの横のやつはなんだっけ。あああれなんだ、あそこ100均ありますね。
ダイソー出てきた？セリア少なめ。あ、じゃあどっちも行こう。セリア、そごう。あ、そごう、セリア。うん、スリーコインズちょっと高いイメージ。うん、確かに。ハロージェア、ハロー。なるほどね、行ってみよう、楽しみ。パルコの横はダイソー。あ、ダイソーか。セリア行ってなかったらダイソー行くわっていう。次の買い物は皮膚科に行くときが買い物でです、私の。そう、皮膚科に行くとき。やっぱまとめて動きたいからね。認定のカード送らせてほしい。確かにダウンロードできたらね、カセットなくて開けれるからね。スイッチを入れるケース、そうなんだ。それは欲しいかも。でも私ね、あ、でもね、そうね、欲しいわしね。今ね、そう、チーカーのやつに入れてるんだけど、普通の袋だからさ、ボキって なるかもしれないしさ、何かあったらさ、なんかボタンずっと連打しててとかありそうだから怖いからね。欲しい、いいね。こういうのはね、やっぱね、コメントで聞くのがいっちゃん早いよ。いっちゃん早いよ、素晴らしいよ。皆さんの知識を総取りにしております。スイッチのケース可愛いのいっぱいあるよ。確かに、確かにいっぱいあるよね。そうだよね、100均で買わなくたってさ、一生もんだからさ。ここ Google より優秀よ。前最後みんな Google 見るけどね。今日お仕事お休みでした。そうね、何の話してたっけ。それも送った。嘘、やば。嬉しい、楽しみしてるね。危ない、買うとこだった。嬉しい、楽しみ。嬉しい、楽しみ。早く届きますように、無事に届きますようにね。本当にプレゼント見に行くの楽しみ。私の結構楽しみ、事務所に行く楽しみはプレゼント見に行く時の、そう、でも何もなかった時とか悲しい。なんかね、時々あるの。袋置かれ、なんかちょっとちっちゃい袋置かれてて、あ、なんか届いてると思ってバーって行ったら、自分の生写真が4枚入ってたりとか、こんぐらいの紙袋に4枚ビビビって入ってて、ああ別にどうでもいいよと思って。ゲームもかぶりそうで。そうなのかな、そんなにどんぐらいの感覚で、来るときは来る。でもあんまお休み時期もあるって感じ。自分が事務所行かなかったらたまる。そう、やっぱね、解禁されてすぐは結構いっぱい来た。あと最初の誕生日、おととしだ。解禁されてすぐぐらいが自分の誕生日だったの。だからその時は紙袋2つ抱えて破れて帰りました。もう本当にドラマであるじゃん、紙ブロックを破けてうわーみたいな、中身全部出たみたいな、なりました。あと、もう紙袋のなんかあれ、こうやって持って帰ったら、ここはもう内出血で、もうペペペペペペってもう赤いボツボツみたいな、内出血がっていうぐらい大変な時期はあった。でも最近はいい感じ。だから適度に事務所にも行くしって感じっていうのもあるけどです。私2回ぐらいね、道端でね、落としたことある。落としたっていうのは、紙袋が破けた、ベルベルって。恥ずかしいよ。1回目はちょっと路地ではないけど、大きい道とちょっと外れたところで、まあ、後ろの人いたけど、後ろの人は何食わぬ顔で、前何食わぬ顔というか、ちょうど追い越したぐらいでこう私が落とした
落としたというかこぼしたから。そうでもタクシーあレーデント来るのめっちゃ嬉しい。なぜかうちには届かないけどいやプレゼントボックスの魔写真が入ってるんですよおちょっと待ってて、なんだろう、お話し会の服が届きました。いた、スターになった気分です。プレゼント持って帰る用の大きい袋もらう、送らないと丈夫な。紙袋からリンゴとかみかん転がって拾ってもらうシーン意外とリアルではない説。確かになったことはないかも。太鼓の達人がここに来るのやばい それツボ、まだ買ってないんだけど、あ今から買いませんかっていうやつですか。ね、日曜日はね、なんだっけあれですよ、なんだっけ大正ロマンコーデです。なんで、ね、ちょっとそういう感じのお洋服にしたので買いました。そして1日ですぐ届きました。昨日買ったんだけど、よかった間に合って。ウォーターサイバー買っちゃうわ、それは。うん、お水こぼしちゃった口から。わあ、口元がお緩いでございます。よいしょ、定期フランスパン買って紙袋持って帰るの夢です。わかる、わかるすぎる。安否の笑顔が僕らへの一番のプレゼントオラオラじゃなかった。オスクワス、曇りなの、わあちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。毎回口こぼすような子がいたような、いなかったような。私は毎回こぼさないよ。誰だろう、いたのか、誰だろう。そうなんだ、What Anna ちゃん eat in dinner today? Oh, 当ててみそう。私は絶対今日これが食べたいっていうのがあって、でこれ食べるってなったらこれしかないなみたいな感じ。絶対これがいいっていうのが、これを食べたいっていうのがあった。いやもうこれを食べるってなったらこれしかないみたいな。わかる。パソコンと向き合うなどしてきますか。お、頑張れ頑張れ頑張れ。例えばお刺身食べますってなったら、あー違うな、違うな、なんて言ったらいいんだろうな。麻婆食べたいってなったら豆腐ついてきたみたいな感じの食べ物を食べました全然そんな食べ物じゃないけどちょっと言い方むずいわ。明太子食べたい、どういう意味うーん、でも私のファンの方ならわかりますよ。当てて、当てれたい人なんかしようよ。あ、占いしてあげる、私のタロット占い。一番最初に当たった人、私のタロット占いの、タロット占いの、タロット占い、タロット占いされる側の人、研究者じゃなくて、なんだろう、研究される側です。私の今日の食べた夜ご飯、被験者マジで分からん。意外じゃないよ別に。
夜ご飯食べたよ。16時に食べました。もう食べたよ。一時期私それが食べたいって言っててって感じなんかもの。チキンナゲット食べたらソースが2つ選べた的な。いやどちらかというとそのチキンナゲットのソースが食べたい、食べたくて食べたいってなってチキンナゲット買ったみたいな、そんな感じイメージは。ああこれだわ。そうね、ソースが本当は欲しかったんだけどもうソースだけじゃなダメだからチキンナゲット買いましたみたいな、そんな食べ物です。考えてごらんごらんごらん。占いたいよあなたのこと。でもこれがめっちゃ適切なあれかもしれない。そうタルタル食べたくてタルタルチキンみたいなね、答えじゃないんだけど。そうね、マヨネーズ目当てでお好み焼き食べたみたいな。わかるか、わかるって、わかりますよ、わかるって絶対。ちなみにお肉系ではないんですね。お肉系じゃなくて、野菜系でもないですね。でも夏って言えば夏じゃないですかね。冬も食べるけど夏、やっぱ夏なものかな。どうだよね、わかんない。竹は食べたくない、パンダじゃない。ヒントはですね、本当に食べたかったものが白色です。です。でも違うのがメインみたいな感じ。服なんだけど私的にはそれが食べたくて買ったみたいな。白白もうこっからは言えないかも。こっからはちょっと言えないかも。あー来た、来ました。正解はとろろそばです。そうですよ、とろろそばです。私とろ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 じゃない、とろろが食べたくてでとろろそばを食べました。なるほど。なるほど、とろろそばですよ。なるほどって、そっちか。うどんは私封印しててうどん食べないっていう私のこそやってて、結構1週間以上うどん食べてないです。ちょっとうどん禁止令出してます。あ、た1週間かな、わかんないけど、うどんとろろ食べてたらたらに。じゃあ占いしますね。おみかんさん、おみかんさんじゃなかった、夏みかんさん。むずい。今日うどん食べる、いいね、幸せ、いいな。厳しい禁止令、そうなんですよ。今ちょっと出してて、何をちょっと占ってほしいですか。何でもできますよ。うどん禁止令、うどん禁止令言ってないですよ、配信で言ってないです。お願いします。何がいいですかね、何をお願いしますか。とろろ20年ぐらい食べてなくて頭になかった。とろっていいのよ、とろろって良くない。なんか分からんけどいいよな。本当になんか分からんのよ。なんかさ、別になんかね、なんか何がいいかも分からん。難しいよあれ、飲み物だと思ってた、とろろ。あーごめんごめん、食べ物として認定してちゃった、ちゃった、はっはっは。何の占いがいい、何を占ってほしい、未来、何か丸バスでもいいよ。夏コンビニよく買うわさび醤油ね。うん、オクラね、オクラも好きだよ。
夏のツアー何箇所ぐらいに当選するか占ってほしいです。え、わかんないわかんない、どんぐらい当たるか、いい結果が出るか悪い結果が出るかっていうことで当てたいと思います。夏みかんさんがどれぐらい夏のツアーに来られますか、たくさん来られますか、丸か×かにしとくね。夏みかんさんのおたかつの未来を教えてください。タロットさん、そばかけとろろはねやっぱいいよね。今日の皆さんの夜ご飯を教えてください。私はこれをしてネバネバ系好きですね。好きだ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 とんかついい、ご飯にとろろいいよね。ただとろろ単体で買ったことがないからさあれなんだよね。美味しそうすぎる、羨ましい。あ、良さそうなカードが出た。今日のおすすめの夜ご飯は、水曜日でしょ？水曜日。何がいいかな？今日のおすすめの夜ご飯は、そうだな、鴨のお肉。でもあんま食べれないかな。節約節度倹約管理らしい。おみ夏みかんさんのカードこれです。これのカードの意味としては、しかも逆位置とかじゃないんですよ。ですけど節約節度倹約管理らしい。なんかさ、ちゃんとさ占いできてる気しない？これちゃんと占いできてる気がするね。私に気づいてください。気づいてるよ。バランスが取れてリラックスができる穏やかな状態ですだって。なんかいい感じにバランスよく来れるんじゃない？知らんけど。あの、え、でも丸です。だから丸だから、え、これ合ってるかな、丸だから当たるんじゃないですかね。程よく、め全部当たるかわかんないけど程よく当たるんじゃない？知らんけどね、マジ知らんよ。そうね、安定してなんか外れるばっかじゃないんじゃない？悪いカードではないので、はい、悪いカードじゃなく、そう、穏やかな状態ですって。丸なので、まあいい感じだよ。そう、無理のない程度にね。そうね、全く当たらんとか最後らへんは当たらんとかじゃないんじゃない？いい感じに当たるんだと思われる。え、これでどうする？全然違かったら、え、これ当たったら教えてね、このカードで。だいたい数打てば当たる。多分夏みかんさんは全部申し込んで私が出るやつ、それを当てたいってことだもんね。そういうことだよ。だからその1個行きたいとかじゃないよねっていうことよ。まあ程よく当たるんじゃない？例えば昼は当たったけど夜は当たらんとか、当たんなくても。でも丸なのできっといいですね。二重丸じゃないけど丸なので今年の夏楽しみましょう。素晴らしい占い、よかったよかった。嫌なことが出なくてよかったですね。
そう片方当たるとかね。そう前回以上いけるけど名古屋2日間ある。ああそうか、あれはでも私がどっちかなんかね。そっかそっか、いいね、やった占いができた、嬉しい。こうやってちょっとクイズで当たった人占いとかやっていこう毎日ちゃん。だからみんな言って、今日のなんかクイズ作って。ご飯だけだと結構私ありきたりなものしか食べてないから毎日きついから。あんな行くの全部投げた。いや当たり当たりますように。今日の血圧どうやって測ったらいいん。病院に行かないといけない。なんかでも温泉とかにあるよね。3枚ヒーターもっと詳しく分かるかも。そうだね、もっと勉強しますね皆さん。タロット占い小銭クイズそんな変わってないよ。今日なんか4000円しか出てないからお財布から。ほんとだよ。今度占いして、うん、当てて電気屋さんでもということで今日のポケモンカード時間にやっていきたいと思います。昨日に引き続きパラダイムトリガーを開けていきます。ポケモンがわからない方もね私と一緒に学んでいきましょう。今日来たアンペが最初にしたこととか確かにいいね。でも大体スマホ見ることしかしてない。アートレアでそう、どっかに楽しみ、何が出るかだよね。楽しみすぎるんだな。少々お待ちを。高いの引いたら即コメントします。何が出たらいいですか。これは何がいっちゃいい出たらいいですかっていうのを引いとこう先に。今のうちにコメントで教えて。ああルギア、えやばい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 、ええやばいやばい、えやばすぎない、えやばスズナ、あー絶対的にルギア当てたい。やばドキドキ。その2種類を目指して。この先っぽのこれが邪魔される。頭皮マッサージいける確かに。では開封していきます5枚。でん、おコドラ、あれコドラ持ってるっけ。あコドラ持ってるよ。コドラが暮らす山は湧き水と鉄鉱石が豊富なの、人と争いになることも多かった。これで私議題しましたよ昨日。これかわいそうっていう話しました。コドラがかわいそうっていう会話をねしましたよ。してたしてた昨日出ました。レアで、うん、次でん、お作業員かわいい。この人作業員さん、作業員ってなんか感じじゃない。かわいいかわいい。いいね。これトレーナーズのカードを抜けていこう。価値があるんだ。そうなんだ。HR だとホームルーム。次
でん。あ、糸丸かわいい。なんか名前がね。牙の毒はさほど強くないが、巣にかかって動けないものを弱らせるのには十分らしい。十分だって。だからそんな毒は強くないけど、まあそのちょっとしびれるで動けなくなりますよみたいな感じで、あのくっつけますよらしい。なるほど、嫌なやつだ。こういうのがいっちゃん立ち悪いからね。アリアドスの、あ、くしゃみ出そう。アリアドスの進化、あー、こいつか。レアが出た。アリアドスの進化、あ、ほんとだ、糸丸。やったー、進化進化。テレレテレー、いた、進化しました。ちょっとチクッとしますよみたいな。確かによく怖いね。あ、なんか空気が入ったよ。空気が入ってこうピコーンってするんだけど。やったー。次、お、謎の化石だって。 HP60 の無色タイプの種ポケモンとして場に出すことができるだって。何これ、どう、これどうやって使うの。進化できるってこと？無色タイプ進化できる？どういうこと？これどうやって使える？次、ダン！ヨジロン！また出たこいつ。しかもまたなんかよくなんかさ、あれなんかさ、え、なんていうのさ、あのさ、子供の頃にさ見よったやつ、番組みたいなんてこんなん歩くない？なんか大体なんて言ったらいいんやろ、なんかさ、え、なんだか、なんか日本語で遊ぼうみたいな、そこら辺のさやつで出てくる、あ、ピクミンとかそこら辺で出てくるさやつじゃない？ずっとやん、ずっと思ってた。これわかる？言いたいことわかる？これなんかそんな感じがする。なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろうね。わかる？この気持ち。そう、キャラのデザインが、そう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 。日本語で遊ぼう。私あれ好きだった。フック袋。遊んでも嘆いても時間のスピードは変わりませんみたいな。絶対歌詞全然違うけど、こういう歌詞、こういうやつなんかめっちゃ見てた。一生好きだよ。次、開封、ダン！ドラミドロー、ドラミドロー、なん初めて見た。ドラ、ド、ド、ドラ、ドラミドロー、ドラミドロー。全員を腐らせる毒液で縄張りに入り込んだタンカーを海のもずくにしてしまう。え、怖すぎない？え、これ怖いじゃん。クズも、クズもじゃないわ。ドラミドロー。ドラミドロさんは怖い。こいつ敵に回していけないよ。怖いよ。でも強そうだ。知らない子、あんまりあれなんだね。次、でん、鬼氷。あ、雪わらしって、私持っとるよね。雪わらし、雪わらし持っとる気がする。あ、持ってないっけ。あれ、雪わらし持ってなかった。嘘でしょ。雪わらしは私持ってるって絶対。いや、あ、雪わらしは持ってなかった。え、何これ。雪わらしっていろんな子に進化するの？雪わらしっていろんな子に進化するんだ。え、雪目の子にもなるよ。これ何、どうやって、なんかどういう、どっちでもいけるん？炎でも溶けない氷の体、空気中の水分を一瞬で凍らせてしまう鬼氷。
強すぎる。あ、オスとメス？あ、なるほどね。そうなんだ。オスとメスっていうのもそういうのでもあるんだ。あ、落としちゃった。へえ。そうなんだ。私でも雪わらし持ってないらしい。え、持っとったと思ったのに。え、持っとったくない？持ってないんだ。でも持ってないから持ってないよ。持ってると思うのに。次、でん。あ、また出た、あのプス。こいつ昨日もいた。こいつ昨日もあったな。お前、お前昨日もあったよ。仲良くしのんな、オノプス。はい、次、でん。あ、オンバット、オンバットはでも違うデザイン持ってるけど、違うわ。オンバット嬉しい。オンバット地味に好き。なんでやろう、名前がなんかいい響きやけんかな。いい響きで好きです。目が、いや違う、日が暮れると住処の洞窟を離れて飛び回り、完熟の果物を超音波で探す。可愛すぎるだろ可愛すぎるだろ、オンバット。いいね、嬉しい。オンバット、次、てん。あ、コリンくん、昨日も出た。可愛いから許す。コリンクは可愛いから何匹あってもいい。可愛すぎる、コリンクは。コリンクってマジで可愛いよね。絶対世の中にいてほしい。いてほしい存在。可愛すぎる。可愛すぎるぞ。あ、くしゃみ出そう。やばい、くしゃみ、ガチガチでくしゃみ出そう。割とくしゃみ出そう。割とって何？うん、めっちゃ出そう。コリンクの可愛いスマホケースがあったら絶対買う絶対買う。顔面、顔押し面、顔面大好き、コリンク。え、まだまだ着ていっちゃおう。今日はすごいパッパパッパ言ってるよ。ドゥドゥー、ではダン。お、すずなさん、すずなさん、自分の絵馬札を上から何枚見て、その中から水ポケモンと水エネルギーを好きなだけ選び、相手に見せて手札に加える。え、これ自分の手札に絶対欲しいやつ。だって自分水ポケモン多いからさ、水エネルギーはめっちゃ持っとるけん、水しか結構、私のデッキは多分水ポケモンいっぱい増えると思うの。鈴菜ちゃん超いい、超使える絶対。誰か一緒にポケモンできる人いないかな。私やりたいんだけど、ガチで、ガチでやりたいんだけど。え、そこら辺の小学生とやりたいわし、そこら辺の小学生捕まえたい。捕まえたいって言ったらめっちゃ犯罪だわ。めっちゃ犯罪だった今超犯罪だった。ではダン。あ、レアボスゴドラ。あ、ゴドラの進化やったのレアが出ました。しかも嬉しい、拍手拍手喝采、やめられ、嬉しい。しかも天気明るい。え、ちょっと夕方じゃない？ほらほらほら、あ、今日桃色です。桃色、広島桃色空です。え、可愛い今の空。え、見てみんな。え、桃色空なんだけど、可愛すぎる。広島の空今桃色です。はい、コドラ、コドラのレア嬉しい。桃色、ピンク色とかじゃなくて桃色、大事。デザインいい、確かにレアかっけえ。分厚い鉄板を貫くほどの鋭い角を体当たりとともに食らわして滝を仕留める。わ、かっけえ、かっけえな。いいポケモンだ。でん、何これ、アートレアかと思ったら全然違う。クズモじゃん、クズモ、クズモあいつだよ、クズモ。あのさ、クズモはドラミドロの進化系、ドラミドロの進化系。やった、嬉しい。ちょっとやった嬉しいがあんまり心こもってないのはちょっと見逃してほしいんだけど、木図に紛れて海を漂い海藻を食べに来たポケモンを仕留めてご馳走にするのだ。ポケモン食べるん、こんな顔してマジで悪じゃん。せや、私ポケモン食べるポケモン好きじゃないよ、いらない。ポ
ケモンを食べるポケモンは違う、人間を食べる人間じゃん、ダメよ。ポケモンはポケモンを食べちゃダメ。ポケモン以外は食べていいけど。パックンチョ必死です、私のこだわりです。クズもクズもダメダメじゃないけどね。でん、悪っぽさが出てるよね。え、かわいい、アーケン、かわいい、アーケン、かわいい、かわいい、かわいくない、かわいい。化石から復元に成功、研究の通り飛べないがジャンプは得意なポケモンだ。え、飛べないんだって、飛べないけどジャンプできるって、かわいすぎない、アーケンかわいい、おしめになるかもこれ。ちょっとアーケンかわいい、アーケンかわいくない、こちょっと空飛べないのがいいよね。これ空飛べるって言われたらちょっとアーケン空飛べるんだってなるけど、かっけえねってなるけど、空飛べないってなったらかわいいってなるね。いいね、古代のポケモンなん。おお、アーケンいいわ、アーケンいいね。最後てん、エレザート、あ、エレキテルの進化系だ。エレザート、エレ、エレザート、エレ、エ、エレザート、エレザード、エレザード、エレザードです。嬉しい、エレキテル推しメンだからこんな感じになんかちょっと進化するんだって感じで、なるほどって感じ。なんかトカゲみたいになるんだね、なんか犬みたいなのかなと思ってたけど、なんかエリマキトカゲみたいな、あ、だからエレキテルなんか、エリマキトカゲなんか、エリマキ電気、あー、なるほどね、雷電気わかるかな、みんな最近ヒロアカの話してないから、雷電気、早くヒロアカ次見たいわ、ヒロアカ。3パック開けましたが皆さん調子はいかがですか、調子はいかがでござんすか皆さん。ドゥルル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 ルトレーナーとかにはこのカードをつけないっていう決まりにするわ。そう、私売らないから、売るときになったらさ、やっぱつけとった方がいいってなる、やっぱつけとった方がいい。でもこれ売ってもお金になるお金になるとか聞いてみる売らないか、でも売らないかって。山中湖、人間スリーブなし、そう、人間スリーブなし、え、人間の方がつけとった方がいい、エネルギーとかは絶対いらんよね。あ、乃木坂さんから、こんにちは、久しぶりに飛んできたから、エネルギースリーブいらん、え、いるん、初見ありがとうございます。 ST48 2期生、香川県出身、川本アナです。向井葉月さんから飛んできました。え、ありがとうございます。 ST48 川本アナです。今ポケモンカード開封配信をしています。もしよかったら見ていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。覚えて帰ってください。クワピーさん、ありがとう。晴れ、乃木坂さん飛ぶこと多い、うーん、私乃木坂さんは星野みなみさんが大好きで、はい、握手会も行ってたんですよ。なので向川葉月さんから飛んできたと聞いてすごく嬉しいです嬉しい、ありがとうございます。では、じゃあ開けよう、開けていきます。
4パック目。チョリーさんハートありがとう。縁がありますね。ね、しおりんさんハート100個ありがとう。ドゥドゥン、翡翠、あ、ワジバの進化系、ワーグル、ワーワーワービーウーワ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 ーグル、ワー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 ウウウウウウウグル、ウウウウウウウグル、ウウウグル、危機迫る、危機迫る時の声を上げ狩りをする、叩き大鳥、湖水に衝撃波を放ち水門を浮かび獲物を取る、むずむず。え、でもワシボン、昨日ワシボン出たんですよね。だからワシボン進化系嬉しい竹、あれどこにある、昨日出たんですよね。どこ行った、わしも。え、絵がいい、ちょっとアニメっぽくていい、かわいい、いい感じ、スブラティー、そう、ポケカ配信してるんですよ。嬉しい、いい感じ。私わしぼん推しメンだから、最初、一番最初のデッキが、デッキというかポケモンバイオレットのやつが、ウォー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 、ドゥドゥドゥン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 、ドゥ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 ン。えぇ、めっちゃ大きい声出しちゃった。 SR だ、オムスター V。 いきなり来てびっくり、嬉しい。オムスター、オムスター、やったーやったやったー、キラキラー、拍手喝采、雨あられ、絵柄あれやけどないよねいいやん、褒めてあげ、あ、これ裏で、裏間違えて裏だった私、これなんかずっと滑りにくいと思ってたらこっちだ。キラキラ460円、おお、460円だよみんな。まあまあまあ、だってさ、こう1枚さ、こう5枚入りで100円だったら全然元全然余裕じゃん。いいね、元余裕じゃんとか言って余裕じゃんとか言っちゃって、なんか売る人みたいになってるけど売らないですよ、これは本当よ。いつか言っていいよ、2年後にさ、ありますかって言ってください、ありますか、単品買いしよう。山中湖のメンバー出ましたね、嬉しい。私出るよ山中湖、楽しみ。よいしょ、ちょっと待ってて、あ、もうこれ以上無理。2年後にオムスター見せてくる人嫌だなティフの出演日も決まったわよ。あ、そうなんだ。でも出演メンバーが分かんないんだよね。安否のサイン付きが欲しい。何が？オムスターの？なんかひっつくんだけど、まあいいや。私のサイン入れたらいいの？オムスター投入。おー、素晴らしい、キラキラ、嬉しい。 SR
やった嬉しい。次ダン、セイミー。あーこの子さ、なんかさ、でなんか有名な伝説、なんかさ有名じゃない、この子何何何だっけ、分からん、映画の子じゃない、グラスグラグラシデアの花が咲く季節、感謝の心を咲く季節、感謝の心を届けるために飛び立つと言われている。セイミーいいね、映画になってただよね、私見たよ絶対、見に行った、絶対見た。セイミーかわいい、かわいい。スカイフィフォ、スカイフォルムだそう。あ、この絵がですか。幻、伝説ではなく幻です、幻。ああああああ、進化系欲しいんだ。次だん、ピカ、作る電気が軽力なピカチュウほどほっぺの膨らみ柔らかくよく伸びるぞ、かわいい。ライチュウも映ってる、かわいい。ピカー、ピカチュウはな何回目かだけど、この絵は初めて。やったピカー、ピカピカー、ピカピカピカー、ピカ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 ー、ピカー。今回の袋めっちゃ良ない？めっちゃいいわ。最後でん、トゲデマル、え、かわいい、なにこれ、なんかたまごっちみたい。トゲデマル、背中の長い毛で、雷は電気ポケモンの電撃を受け電気袋に充電する。雷元気、ウェーイ、ほらありがとう、いいね、開けとこ、開けとこ、開けようじゃん、開けよっとな。え、これもやっぱ袋に入れよっかな、いい、入れよ。ピカチュウの背景にいたの、トゲデマル、え、そうなのか、これトゲデマルなの、これなんかちょっとなんか違うネズミみたいに見える。まだ袋あるよ、あるけどなんかもったいないかなと思って。これ、そう、でもなんかネズミっぽい、なんかちょっと違うかも、似てるけど、え、わかんない、そうなんだか、そうなのか。ピカチュウの仲間、多分そうだと思う。え、色味とかなんかね違うの、これが違うだけなんかな。そうなんか、表面で見たらそうやけどみたいな感じなんか。確かにそうかも、色とかが違うだけで、そうかも、色が違うだけだ、ほら色がちょっと違うけど、ほんとだね、すごい。じゃあ出たのすごくない、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃないですか。もうこれ、これさ入れる必要ある、あるか、入れた方がいいよな、そう入れた方がいいよ。自分で自問自答している。レアだけでもいいと思う、やっぱそうだよね、
こんなに入れる必要もあるのかねと思ってきた思ってきた開けていく。どうやってみんな保管してんの。普通にかな。でん開けてきます。はっ、ウルガモス、メラルバからの進化系、炎の鱗粉を振りまき火事を起こすとも起こすとも寒さに苦しむのも救うとも言う。すごい。火事を起こすとも、寒さに苦しむもの、どういうこと？何これ？どういうこと？炎の鱗粉を振りまき火事を起こすとも寒さに苦しむもの、苦しむものを救うとも言う。火事を起こすとも、火事を起こしてしまうけど寒さを苦しむのは救うよってこと。火事を起こしてしまう、助ける代わりに火事を起こしてしまうけど寒さをは和らげられるよってこと。伝説のポケモンと間違えられていた。あ、そうなんだ。ウルガモス、あ、火事を起こしつつ悪いこと、あ、起こすと、ん？起こすとも善でも悪でもない。あ、起こすこともあるけど寒さは苦しい人も助けることがあるよってこと。なるほどね。なんとも言えんな、これは。なんとも言えんわ。火事起こすのは良くないからね。じゃあこちら、石変人、初めて見た。石変人、大草原の中で佇む火の傾きを眺めて暮らす。ダイナミックな切り技が得意。あ、いいね。こういうポケモンはいいよ。なんかポケモンでもその戦いを主としないやつはいいやつよ。戦いって何も生まないですからね、結局は。こうやってのんびり自分の時間を大切にしているポケモン大好き、石変人。素晴らしい。種ポケモンなのにニューだ、この子強いんだ。スカーレット限定なの、この子。会いたかった。スカーレット買うしかないじゃんこれ。ちょっと待ってよ、会いたかった。私一変人に悲しい。ではダン、あ、ポニータ、ポニータ知ってるくない、みんな。ポニータって、ポニータだ、ポニータ。生まれたばかり走るのが下手、仲間とかけっこをするしに足腰が強く育っていく。やっぱさ、やっぱそうなのよ。早いって思われててもやっぱり、ね、努力を積み重ねてるってことだよね。ポニータはいいよね。なんかね、私聞いたことがあって、その友達の隣の家の子は商店街を毎日走ってるらしくて、で最初小学生の時は一番足が遅かったんだって。でも小学1年生の時はね一番遅かったんだけど、小6は本当に早い人でも、なんだっけ、リレーにも選ばれてアンカーも務めるようになったんだって。だから毎日商店街走ってちゃんと鍛えて速くなって、やっぱ努力の積み重ねって大事なんだなってその話を聞いて思ったの。ポニータでも今その話を思い出した。やっぱね、努力をするっていうのは 大切なんですよ。最初はやっぱポニータもこうやってちょっと小鹿みたいな こんな感じだったんだけど、みんなとたくさん遊んでそれが訓練となって、そうね、早くなったらしい。やっぱいいよね、努力は素晴らしい。努力は必ず報われる。次、あー、マッギョ2回目。昨日出たじゃんマッギョ。また会ったね、マッギョ。仲良くしてね。マッギョっておる？ゲームの中におらん？会えない？マッギョ会いたいな、私。なんだか会いたいな。マッキョ好きだよ。最後、ドゥドゥン。あー好きじゃないよ、クズも。クズもだって、クズも悪い子じゃん。悪い子じゃん、クズも。私ヴィラン推してないのよ。
ヴィランなんか知らんけどね。クズモはクズモもクズモでいいところがきっとあるんだろう。多分友達になったらいいやつなんだろうな。クズモ、私が友達になったらポケモン食べちゃダメよって、ちゃんと飼育する。クズモ2回目、クズモ名前的にね、ちょっとねあれなんだよね。しかもね、ヴァイオレットにはマッキュー出てこないか。そっか。クズモは、クズモを捕まえに行きたいな私。クズモいないですか。クズモがいないんだ。じゃあ今日はこの辺にしとこうかな。エネルギーだけ取れた。スカーレットなの？最近会いたいやつスカーレット。今回このデッキはさ、スカーレットの子が多いの？ヴァイオレットの子はいないの？スカーレットなんだ。見て私のペンライトカラー。私のペンライトカラー。そういえばさ、ちょっとさ、そうだ、これでめっちゃ思い出した。話していいですか、ちょっと。ちょっといいですか、皆さん時間ありますか、大丈夫ですか。あのペンライトなんですけど、私水色紫で変えてないんですよ。水色紫でそのままいくんですよね。水色紫ですよ皆さん。なんかやっぱ青紫にしてる人がいるのかな、やっぱり。だからなっちゃうとかそう見えるのかな、わかんないけど、ファンの人で青紫の方がいるんですよ。でのやぴちゃんなんかペンライトの色を増やしてて3色にしてるんですよね。私のペンライトの色と被ってるからっていう理由らしくて、実際には色は被ってないんですけど結構似てるんですよ。だから多分それでのやぴちゃん多分ペンライト1色増やしたんだろうけど、らしいんですよ。増やしたらしいんですけど、やっぱね見分けがね、やっぱなんかね難しいって言ってたんですよ、のぴちゃんが。やっぱね、ま、難しいなんかって言ってて、のぴちゃんが。でそうだからみんな水色紫でペンライト振ってね。青紫で振ってる人いるから水色紫で振ってね、よろしくね。さっきからね、私青紫で振ってる人も別に青紫いなかったから別に何とも思ってなかったんだけど、そのやっぱりね3色にしたんよ。白それ追加した公式再利用、電源電池が良くなると水色が緑色によります。そうなんだね。多分根本的に私のペンライトカラーを青紫と思ってる人がいるんですよ。根本的な問題で、そのそうなんですよ、いるんですよ、絶対いるんですよ、絶対いるんです。ずれてる時もあるかもしれないけど、わしは見てるから分かるんですよ。ずっと青紫だなと思ってる人もいるんですよ。でもそう見えてるだけなのか分かんないです。その人のペンライトがそういう発色なのかもしれない。そう ST の公式じゃないから水色がないですの可能性もあるから何とも言えないけど、水色よ私。そう水色なんですよ。さっきから結構ね青紫ってお前そう間違えて覚えてる方もいらっしゃるかもしれないので、水色紫でよろしくお願いします。そう機種ごとにね色も違うからね、難しいけどね。会場の照明当たって色が違く見えたとしてもその時だったら分かるけど、水色紫でお願いします。パステルブルーが分かりにくかった、まあ、これは公式の色ですからね。
公式のサイリウムの水色って、公式サイリウムには水色っていう名前じゃなくてパステルブルーっていうのが水色なんですよ。なので公式でちゃんと言うとパステルブルーなので合ってますよ。公式サイリウム水色が忠実なんかね。そうです。私ね、そう、どう書けばいいか分かんなくて、どっちでも書いてるどっちでもで書いてますね。あの公式の自己紹介の文には紫×水色括弧バスバイオレット×パステルブルーって書いてます。でも色鉛筆とかでね、なんかあるんよ、パステルなんとかであるから、そう、最近のあれなんかもしれん、特徴なんかもしれん知らんけど、そうね、オリコちゃんのカバーすればこれからは間違えないね。そうよ、スカイブルー、スカイブルーとは違うの？スカイブルーなんかね、青3色くらいあるんだよねっていう。スカイブルーは何なんだろう、確かに何なんだろう。私はねパステルブルーの方なの。そう、青なんか緑色、なんかねあるんよ、そういえばそうなんよ、スカイブルーあるよね、そういえばあるんよ。公式じゃなくてもいいと思うけど、公式がいいんじゃない？おりこちゃんは何色に光よって STU と同じ色にしたいって言った。ミントグリーンも水色っぽい。その色じゃない方。紫絶妙に似てるのある？嘘、あるっけ。紫はパステルブルーだけど、あ、じゃあバイオレットだけだったっけ、わかんないや、どうだっけ、最近触ってないから、ママにあげたから。水色出なくなった青で代用します。それは全然わかるし、自分のファンの方っていうのわかるから。ただ混ざるから水色よろしくねっていう話それで増やしてたらしくて、申し訳ないなと思って。最近めっちゃ聞かれるんです、ペンライト黄色黄色だっけって言われるんです。変わってない、変わらないよっていう、変えてないのでゴミ使用器を。水色のシャツ、紫の短パンですね。それがいいね、それがいいです、それがいい、見たい見たい見たいでござんす。待ってますね。よし、紙を捨てに行った。何しよう、あと30分ぐらい、何しようかな、何しよう何しよう何しようかな。200回目訪問ありがとう。ヘッドホンはね、充電してないからできない。でもイヤホンはできるよ、イヤホンならあるよ。
イヤホンあるよ。あああいいいいうう、えええおおおお、あああああああ、今日はスマホだよ。聞こえてる？あ、繋いでないよ。繋いでないですよ。繋いでる風にやってたけど繋いでない。じゃあ3曲歌う。いや2曲、いや何どうしようかな。いや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 、いやどうしようかな。2本チャレで 2.5 曲止める。今日なんか聞いた、今日いっぱい曲聞いたけど、ではじゃあこの曲どうぞ。イヤホンチャレンジスタート。絶対成功するイヤホンチャレンジです。どうぞ。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。昨日のリベンジラブ修行です。あ、やっぱりギフトが返せる。楽しい。ミラーボール見たいのに。雲の上浮かぶようにふわふわと歩いてる。そう夢見心地で世の中のすべてのものキラキラ輝く。そんな気がしてた。甘くはないんだ現実は。愛しさは跳ね返る。心が占いをしてみたり友達の噂とか聞いて
からアンピに試し着をしてください。アンピの説明書じっくり読んでね。テラピーさん本当ありがとう。ヨネさんパチパチありがとう。テンショウングさん、音符ありがとう。ビヨネさん、ミラーボールありがとう。カラピーさん、ペンライトありがとう。ビヨネさん、涙ありがとう。フクタルさん、ミラーボールありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってて、ちょっと待っててよ。バグたままだ。ギフト見たいのに。ピエノスケだよ。では、次の曲に行くじゃないの。次の曲は何がいいかな。昨日のリベンジおめ。ヘッドホンじゃないけどね。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは運命の人だろう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。未来の答えを出会った、またなった探してる。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる希望的リフレイン。四国公園思い出す。どこかよそよそしく立ち話ですぐに別れた。せっかくのチャンスなのに、間違えた、十分だった。友達の友達じゃこれ以上進めない。君だけが君だけが君だけが
ップありがとう。しおりんさん音符ありがとう。くたらさん音符ありがとう。かんぴーさんペンライトありがとう。ありがとうございます。この曲歌ったらこの歌歌いたくなる。なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗あふくとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで続く進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、ああ落ちこぼれよ。昔昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それはそれぞそれぞそれぞ腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。皆さん平日頑張っていますか？水曜日はもう超えたあなたなら大丈夫。木曜日金曜日頑張って乗り越えて頑張ろう頑張ろう。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞ。
ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わんないけど、なんかちょっとやってみようかな。アナだってやるときはやるよ。これからもきっとアンナはアンナなんだ。サンピン、メンボスターありがとう。グンピー、ペンライトありがとう。オスプラソン、ミラ、あ、あ、あ、音符ありがとう。テンシャングさん、音符ありがとう。クンピさん、ペンライトありがとう。フタラさん、ペンライトありがとう。シオリさん、ペンライトありがとう。ヤマトさん、音符ありがとう。ありがとうございます。アンナじゃなくなる未来もあるかもしれない。あるかもしれない。頑張ったら進化して、あ、アンブレラみたいな、アンブレラになるかもしれない。ゴミチリ欲求を。ということで、終わりの時間が近づいてやってきました。アンナがアンナじゃなくなってもアンナが好き。やったやった。あ、だだだだ。出てこいや。じゃあ今日の皆さんの、今日の皆さんのことを教えてください。好評、好評タイム。今日皆さんの一日。あ、まだまだ明るい。まだ桃色。桃色ですね。綺麗だ。昨日からまた君の名見出した。君の名めっちゃいいよな。でまだな、全然進んでない。まだね、入れ替わってるってところも気づいてないところ。入れ替わってる？あいあいがさんな。入れ替わってる？ドゥル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 。あの女は、あの男は。なんだって？何にもない。マジ何もないことある？何もないことはないよ絶対。なんかあるよ。空見たら。薄暗くなってきています。そうね、薄暗くなってきてる。でもまだね、8時になるのにこんな明るいってびっくりじゃない？びっくりな気がする。びっくりですね。冷やし中華もいいって、なんだって、よくわかんないや。ありがとう。誰か、あ、誰だ、アッキーさん、アジサイありがとう。ありがアジサイ、掛け銃はいっぱいありがとう。安否で入れ替わりたい、やだ。クラス1号とクラス2号配信だよ。久しぶりにガチでこけた。なんで、何もないとこで痛いね。なんだって、4歳児が僕をめぐって争ってて可愛かった。羨ましい。マジ絶対可愛いじゃん。羨ましすぎる。いいな、その状況。入れ替わりたくはないけど。今から唐揚げ作ります。頑張って、偉いね。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。あなたに唐揚げプレゼント。意気ご、意気、ここサイン入れ、ポスター当たった、届いた。あ、書いたかも、サイン入れポスター。あ、さっきからサイン入れポスターの話来てる。そうだよ、本名で書いたから誰が誰か分かんなかったんだけど、よかった、当たって嬉しい、ありがとう。バタンピーだよ、バタンピー。今日の、今日疲れ果てたカーマターナだよ。何もしてないのにね。でもね、ちゃんとね、最近めっちゃちゃんと頑張ってるんだ。ちゃんとパソコンと向き合っている。逃げずに投げ出したいけどね。アンピのサイレポスター届いたね。書いたよ、いつも当たってるよね、そんなイメージ。なんてことない段差につまずいた。ワン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 。でもあるある。でも私まだこけるまでいけない。こけかけたぐらい。最近はいつもよりたくさん、なんだなんだって、いつもよりたくさんもらえることが今日確定した。何何が、何だろう。バターピーナッツのバターピー、何、何の話。どっちが1号でどっちが2号か見分けつくようになれるんかなと思いつつ配信見てた。ちょっと違うんよ、こっちの方はちょっと細長い。これが第1号、1号です。ほら1号、こっちの方がちょっとね、こう顔がこうなってる。
今日は久しぶりにサイダー飲んで夏感じた。え、いいね、サイダー、サイダーいいね。なんで私にくれなかったの？アンナの好評タイムだから。今これみんな好評するよ。私が好評なんか分からんけど、 I really like how you カレー you say カレーカレー書いてるよ。やん近くに米戸コーヒーできる。え、めっちゃいいじゃん。え、私炭酸大好きだよ。なんでなんで、コーラが好きじゃないだけで、コーラが好きじゃないだけでだよ。たくさんコメントして、みんなたくさんたくさんたくさんコメントして。全部読むから、絶対全部読むよ。え、嘘、全部は読まねえかもしれないけど、え、もういっぱいたくさんコメントして。普段コメントしない人もコメントして、コメントしてください。今日わかめスープと鶏の照り焼きでした。おお、くたるさんいいね、ありがとう。いいね、アンペの部屋で瓶のラムネ開けてあげたい。台所でね。ここダメよ、ここダメ、スイッチあるから。わかめスープいいな。 I want to keep なんとかなんとか。あなたの何が欲しい？あ、私の何が、何キープしてる、あ、これが欲しい。キープしてる。ソロキャンしました。え、詳しく聞きたい。いいね、腹いっぱいになって聞かん。お、よかった。コーラは苦手、コーラは苦手。安否の家で花火大会、なんで、やめて、やめてよ。公園でしようよ。したいんだけど、私したいんだけど。みんなコメントしたよ。アーナ大好き、ありがとう。今週末の昼前旅行はおじさん限定旅だ。あ、やってくるの、いいね。なんかファンの人でね、女子旅のなんかリツイートでね、なんか男子、次は男子旅もって書かれたけど、男子旅私参加できないんだ、私たちメンバー参加できないんだ。男子旅って書いたら私たち参加できないから、面白いなと思って。カラオケで息をする心歌ったよ。お、素晴らしい。今日タワレコ広島店に行きました。わ、行くかも悩んだんだった、私今日タワレコ広島店。生誕祭のカードを書くのが好きでね、行くんだけど、増えてたかな。アーナ今日も可愛い、好き、甘えん坊はピーははっ。ミッキーみたいになっちゃった。何を話すか寝ずに考えました。お、何話すんだ。トウモロコシ食べた。マナブさんと旅ができる、男子旅。キー、あ、部屋のきか、きゃ、鍵が欲しいってこと。あ、私あなたの to you はあなた鍵に似てる。うん、なんだろう、これよくわかんない、深いやん。My life pro protect I will protect them with my life。 どういうこと、心配しないで、私はプロテクトって何。沖縄もツアー行きたい、私の生活、彼らなんだ、わからん。ゲームセンターが息をする声が聞こえてきました。おお、拍手喝采。今日も本通りを行き来した。リップを追い求めて。ハートは心ってこと？ん？あ、Your heart。あ、あなたの心のハ、あなたの心の鍵を開けたいってこと？私の心のオープンドアしてほしいってこと？私の心を。なるほどね。かなり攻めてるスイムスーツ、ルルル、やらしい目でドゥ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 。一個こう歌ってるライブさんいた。お、嬉しいね。キングダムハーツが好き、どういうこと。命がけで守る私のこと、ありがとう、嬉しい、持って。よっしゃ、命がけで守ってくれるのは私無敵だ、無敵だから。どうしたらいいんだろう。何したらいいんだろう。 I really want to なんとか body、 あ、守ってくれる、 Thank you。 わからんけど、全然違うこと言ったら、ライキン頑張って続けてる、嬉しい。道路にヒャッハー。
やばすぎる。やばいやばい。やばいやば。やばいやばばばばば。このに詰めてる戦争だったよ。クッパにさらわれてみる。ああ確かに確かね。なんとかなんかい、なんだなんだ。壊す僕のとこの腕やめてよ。私の壊す取らないでよ、取らないでよ。めっちゃ弱そうなパンチ弱そうなパンチ。うん、みんなコメントしたよ、したよ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 。三期生ちゃん自炊してる子が結構いる。あ、そうなんだ。ピーチ敵視だ。私ピーチ敵視してるから。でも私ピーチ買っちゃった。熱盛でさ、ピーチのさ、なれるキットみたい、キットではないけどさ、服とか冠とか全部買っちゃったよ私私ピーチになりたかったから敵視してたのかな。いやそんなことないのな。でも私クッパジュニアが好きだから、やっぱクッパの元に行きたい、行きたいって思うから、やっぱクッパの元に行ってるピーチが羨ましい、嫉妬してたのかな私もしかしてコメントできませんの。うぬぬぬぬぬぬ。でもロゼッタ好き、ロゼッタが好き。デイジーが一番敵は私の、知らんけどマジ知らんけどね。困った時の森ちゃん。そう、 I can make you keep you happy。 Thank you。 嬉しい。 I'm happy。 やった。タイラのあつ森、緊張してコメントできない。嘘だ。待ってるのに。ジュニアも大きくなったクッパみたいになるんやろうな、なるんやろって書かれたら嫌だ。クッパジュニア、クッパジュニアのままだよ。フランス語わからない。ボンジュール、ボノン。ということで、そろそろ終わりたいと思います。もう終わるもんということでお知らせがあります。山中湖に出演する、山中湖のフェスに出演することが決まりました。ロゼッタ身長190超えてるわ、やばい。ちょっと やりすぎたんじゃない、絶対それはやりすぎたでしょ。ちょっとやっちゃったなって思ってるでしょ、スタッフさん、スタッフさん作った人よくわかんないけど。いつ出演するんだこれ。山中湖の、去年も参戦してすごくすごく涼しい場所でこうたくさん時間をかけていったんですけど、すごく皆さんが来てくださっててすごく嬉しかったです。なので7月16日に SD48 と PR 舞台で出演になるんですけど、タイムスケジュールはまだなのかな、わかんないんですけど、ちょっと公式ホームページ見たい、公式ホームページ。ちなみにあれも発表されて、あ、そうだった、それ見たわ私。なんか一つ発表されてて、見たらジャムズさんと違う日にちで、ジャムズさん2日出るんで、3日間あるフェスがあって、2日間ジャムズさん出て、ジャムズさんの出ない日に STU 出演して、マジかよって思ったんだよね。山中湖ジャムズさんいらっしゃるのか、どうなのか、いらっしゃる、いらっしゃらない、いらっしゃいますか。ジャムズさんいつ、お願い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 、ジャムズさんの山中湖はいつだ、いつなんだ、お願い、同じ日でやってほしい。私16日、電波悪い、タブレット開いたから。マジかよ、なんかもう悲しいやだ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 、なんでなんでなんでずっとすれ違うの
なんですれ違うの？もし嫌だ、なんで？こんなにも会いたいのに、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 会いたいのに。関ヶ原にかけよう。マジ関ヶ原、マジで出たい、マジで出たい、マジで出たい、ガチで出たい、本当に出たい。そう、なんか途中でね、なんかあんまりできないんですよ。こう先に行っといて合流あんまりできないから。できるのかな。できるんだったらもう私大阪のさ、ジャムズさんのやつ、単独のやつ行きたいもん。で次の日直接で大阪だよ、やばくない？行きたいけど、まあアイドルなので。悲しい。会いたかった。もう関ヶ原マジで出たいってアピールしよう。マジでアピールしよう。蛙化現象、何がどこが、今の何の、何の話。蛙化現象話面白すぎるよね。今の私がただこねたのが蛙化現象なのか。そっか、ごめん、ごめんなさい。じゃあ終わります。13位、メミフェイさん。12位、湘南のみな、湘南のそらさん。11位、ゴキザイさん。10位、瀬戸内海さん。9位、さよりさん。8位、三十点さん。7位、おかっぴさん。6位、かずき。5位、みーくん。4位、しおり。3位、あっきー。スキピー。2位、ふくたろ。スキピー。1位、くわぴー。大好きピー。ありがとうございます。ということで、皆さん、いい夜を過ごしてください。では、ありがとうございました。あなぴーのところに手紙が届くといいな。ありがとね。あなちゃん一番可愛いよ、好きだよ、ありがとう。私のアバターにしてね。今日も楽しかった、ありがとう。ありがとうございました。バイバーイ。はい。